熊本市交通局1080系電車。熊本市交通局1080系電車。熊本市交通局1080型電車は、熊本市交通局、熊本市電に在籍する路面電車車両である。1954年、昭和29年に180型として導入され、ワンマン運転対応改造の際2080型に改められた。180系。 あとの1080型は、熊本市交通局が1954年、昭和29年に導入した車両である。導入数は7両。メーカーは184.185号の2両が、東洋後期、他の5両が、荒木南車両で、181.182号の2両は4月、183号以降の5両は9月に製造された。1949年、 昭和24年導入の120型から数えて、熊本市電では6形式目となるボギー車であり、この導入でボギー車は計27両となった。熊本市電におけるワンマン運転の拡大に伴い、1967年、昭和42年から翌年にかけてワンマンカー改造工事が順次施行された。施行に際し190系、1090系同様に、 原番号に900を加えた1080となった、180、計181から187、1080、計1081から1087。1970年代前半にかけて実施された、路線縮小、2系統、現 A 系統と3系統、現 B 系統以外の路線廃止後も、全社残存したが、1977年、昭和52年に2両が廃車された。 それ以外の5両については1979年、昭和54年から翌年にかけて冷房化改造が施行された。その後は冷房車についても廃車が進行し、1993年、平成5年に1両、2001年、平成13年に2両がそれぞれ廃車となり、2018年4月1日、現在の在籍は2両のみである。1080型は半抗生。 低床構造のボギー車である。全長は12.0メートル。最大幅は2.3016メートル。高さは車体高さ3.142メートルパンタグラフ。折りたたみ高さ3.805メートル。地長は15.3トン。冷暖房設置後は16.4トンである。車体塗装については、各車体塗装の変遷にて、ベッドシルス。車体前面、つま面は、 中央に幅広の大型窓を配する三枚窓のスタイルである。窓の上下にウィンドウシルウィンドウヘッダーを設ける、側面も同様。前面窓は、原型では、加工窓、落とし窓であった。本形式以前の車両と同形式で元ンは、終電用トロリーポールの操作のためのものであるが、順次188.190型や200型に、習った上部固定。 株上昇式に岩窓に改修された。なお本形式では、中央層株の横長の可動部分は押し出し式に開いた。この中央窓については、1999年時点では、在籍する4両の内1082号を除いて固定1枚窓になっているが確認できる。全照灯は層下中央部に配置。微刀については、原型では全照灯の正面から見て、 左横に取り付けられていたが、ワンマンカー改造の際に全消灯両脇の2箇所設置に改められた。この微灯は停止灯と一体となったもので、改造当時に広く利用されていたバス用微灯、方向指示器の部品を転用したものである。方向膜は心臓時より中央窓状に配置する。原型では方向膜両脇に通風口があった。 側面の客室扉は片側2箇所ずつ、計4箇所に設置。配置は左右非対称、天対称で進行方向に向かって、左側では車体前方と中央部後より、右側では中央部前よりと後方になる。熊本市電では標準のドア配置であり、ワンマン運転時は中扉が乗車口、前扉が降車口となる後のリマイフリ。 扉は引き戸で、幅は前後の扉が 82.5cm、中央の扉が 109.0cm。このドア配置は本形式で初めて採用されたもので、120型から160系、全六6 0系までの3扉車や一つ前の170系、長崎電気軌道600系で採用された車体の前後に配置する形の2扉車とも異なるが、 本形式以降、熊本市連の標準ドア配置となった。側面窓はドア間に5枚ずつ、その反対側に4枚ずつの配置である。側面窓配置イコール D5D4。窓は上下に分かれた2段窓で、上段固定だが下部が上に開く。客室は最大幅2.03メートル、長さ9.84メートルである。車内の座席は左右とも、 ロングシートで扉間に長さ3.70メートルの座席を、その反対側に長さ2.85メートルの座席を配置する。車内照明は心臓自白熱灯を使用していたが、ワンマンカー改造の際に蛍光灯へと変更された。定員は元は座席28人、立席42人の計70人であったが、ワンマンカーへの改造で、 座席32人、率、席40人の、計72人となり、さらに1978年、昭和53年6月の定員変更で、座席32人、率、席37人の、計69人減少した。台車は1081から1085号の5両が、住友金属工業製、台車、1086.1087号の2両が、 日立製作所製台車を履く。二両の未台車が異なるのは、住友製台車の製造が間に合わず納入を公募したため、どちらも枕羽根に板羽根コイル羽根を用い、軸箱指示方式には軸羽根式を採用、軸巨線 400mm、車輪計 660mm という重目は同一である。主電動機は、 出力 38kW の SS-50 型を一両に月2機設置する。この電動機は当時の標準機路面電車用標準電動機直流直巻電動機で、その主要所元は電圧 600V、電流 73A、回数 820RPM である。 メーカーは1081から1085号が、東洋電気製造1086.1087号は、台車とセットでの納入のため日立製作所。歯車比は59、14で、駆動は吊り掛け駆動方式による。制御機は、東洋電気製造製の直接制御機、DB1K4 型を設置。制御方式は、直並列組み合わせ制御であり、 制御機のノッチは直列4ノッチ、並列4ノッチ、電線7ノッチとなっている。ブレーキ装置は日本エアーブレーキ製の SM3 直通ブレーキを搭載する。ブレーキ弁は広く一般的な PV-3 型を用いる。これらの主電動機、制御機、ブレーキ装置の使用は本形式を含む。 1950年導入の1050型から1350型に至るまでの各形式で共通する。終電装置は、原型ではビューゲルを使用したが、ワンマンカー改造の際に、Z 型パンタグラフへと変更された。熊本市電では、1966年、昭和41年2月より1000系、旧大阪市電901系を用いて、ワンマン運転が開始された。 以後、1000型に準ずるワンマンカーへの改造工事が既存車両に対して進められ、本形式では1967年、昭和42年9月から翌1968年、昭和43年2月にかけて順次施行された。改造後は9番号に900を足した番号へと変更された180。 1080 181 187 1080 1081系かから1080 1080 1080から、1087。在来車に対するワンマンカー改造は交通局で施行されたものと北九州の九州車両で施行されたものがあるが本形式は全車九州車両で施行された改造内容は微糖の変更ワイパー可動式バックミラー取り付け終電装置の取り替えのほか、 全面のワンマン表示窓設置、側面の入り口、出口表示やスピーカーの設置、車体塗装変更、車内の後車合図ボタン設置などである。運賃箱は、施行前の1966年8月に当時、在籍の全車両に取り付けられていた。ワンマン運転方式は、料金後払い制の後乗り、前寄り方式。加えて1976年、 昭和51年10月の運賃改定で、運賃制度が均一性から大距離区間性に改められ、整理券方式が採用された。その後2007年10月に均一運賃制に復帰。この大距離運賃制時代には車内に整理券発行機や運賃表示機が備えられていた。熊本市電では、利用客の減少から3度にわたって路線が廃止され、 一時は全廃計画まで立てられたが、一転して存続が決まると利用促進に向けた積極投資が続けられた。その代表的なものが冷房化であり、1978年、昭和53年から1980年、昭和55年までの3年間で、ほとんどの車両に冷房装置が搭載された。一般的な鉄道車両の冷房装置は、 交流電源のモーターを使用するため直流の河川電源を交流に変換する補助電源装置を必要とするが、路面電車車両の場合には設置スペースや重量の増加、あるいは価格の面で問題があるため、熊本市電では富士電機へ開発を依頼し、同社が新開発した河川電源直流 600V で稼働する冷房装置を設置することとなった。本形式に対する 冷房化は、当時在籍していた5両を対象に1979年、昭和54年、または翌1980年に施行。5両とも、ファド2225から2系集中式冷房装置、冷房能力2万5000キロカロリー毎時が設置されている。冷房に続き、熊本市電では1979年1月以降、 座席下に電熱式暖房装置を設置する車両も順次登場したが、この暖房設置改造も本形式ではご両全車に行われている。多形式と共通の改造であるが、1 9九十年代施行の改造には、1九十一年、平成三年四月からの列車無線導入に伴う機器設置、1九9八年、平成十年三月からの乗車カード、 ツークマカード導入に伴う、乗り口へのカードリーダー設置がある。2000年代以降の市電全社共通の改造には、以下のものがある。さらに2012年度、平成24年度より本形式を含む、旧型半構成車22両を対象に、2015年度、平成27年度までの4年計画で、上校口ステップかさ上げ、内外装の再塗装。 シート、床の張り替えなどからなる、自転車両リフレッシュ事業が行われた。7両が製造された1080系であるが、廃車が進んでおり、2018年4月1日、現在の在籍は2両に限られる。最初の廃車は1977年、昭和52年3月31日付で、前年導入の連接車5000系に編成の、 大体として1086.1087号の2両が廃車された。冷房化が始まる前の廃車であることから、この2両は冷房化されていない。冷房車についてはしばらく5両とも運行されたが、1990年代に入ると廃車が始まった。まず1993年、平成5年4月1日付で1084号が廃車。 さらに超低小電車9700系の三次車導入に先立つ2001年、平成13年1月31日付で1082号および1083号が廃車された。新造時の車体塗装は当時のボギー車の共通塗装である、下部をパープルブルー、上部をクリーム色、屋根部分をライトグリーンに塗ったものであった。その後はマンカー改造の際に、 クリーム色を基調とし、紺色の帯を巻いた塗装に変わった。1980年代には、帯の色を緑色に変えたものもあり、これらのクリーム色に紺色ないし、緑色の帯を巻くのが半世紀型社グループの標準塗装であった。1989年、平成元年、熊本市政100周年及び、熊本市交通局開局65周年の記念事業の一環として、 市電塗装デザインコンテストが開催され、1084号と1090系、1093号、1200系、1201号、1350系、151号の4両がデザイン車両として9月23日から運転を開始した。1084号のデザインは虹のかかる空と緑の山、阿蘇山をイメージを描いたデザインであった。1990年、平成2年、 半構成級型車グループに1980年代導入の8200系、8500型に準じたアイボリーに緑の帯を巻いた塗装の車両が出現した第1号は1090系1097号。この塗装がグループの標準色となり、本形式では1994年、平成6年4月時点で1081号1083号が、 この標準色に変更されているが、1084号は、廃車済み、1082号、1085号は、これとは別の、上半分を緑、下半分をアイボリーとし境目に、赤色の帯を巻いた1992年度、平成4年度の特別塗装であった。1085号に関しては2000年、平成12年2月に、標準色に塗り替えられ、1082号は、 翌年廃車となったため、本形式の塗装は標準色のみとなっている。塗装とは別に、熊本市電では1999年、平成11年4月にフィルムラッピングによって全面広告電車が復活した。本形式についても広告電車として用いられることがある。 1081号から1083号の3両は1951年から1954年まで3年、存在した荒木南車両が最後に納入した車両である。唯一残る1081号かつては、車両中央扉左下部に荒木南車両性を語る楕円形の円盤が取られていたが、現在は撤去されているため、確認することができない。また、 1084号からは、日本鉄道自動車株式会社から、東洋工期への社名変更後、初の導入者である。書籍。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。